イオン・おごーショッピングセンターは、福岡県おごー市において、イオングループの一企業であるイオン九州が運営する商業施設である。当 SC は、イオンとホームワイドが隣接出店する数少ない例である。また、ショッピングセンター本棟のほかに、ホームワイドとケーズ電機がそれぞれ別棟で設置されているほか、ガソリンスタンドも設置されている。なお、 グランドオープン後も一部の専門店は未開業となっており、すべての専門店が出揃うのは、シマリスオゴーリがオープンする2014年2月となった。当初は、イオンモールオムタと共に2009年、開業予定であったが、リーマンショックの影響もあり延期。2013年4月に大規模小売店ポリ立地法に、基づく届け出を行った。また、平屋建てであることから、 イオンスーパーセンター形式になるのではないかとの声もあった。なお、1983年3月までは、福岡ジャスコのジャスコ小売店が存在した。店舗ブランドや店舗名は異なるが、イオン九州の GMS 店舗としては、約30年ぶりに、お郡市へ再進出することとなった。立地が悪く、2018年以降毎年豪雨で休業しているほか、 二回浸水被害に遭っている。2014年2月現在、ありがとうございます。